それでは勝ちました渡辺久信監督です。まあ、非常にタフなゲームになりましたが見事な6連勝となりました。序盤ね、なかなか点が入らない中で、涌井がよくこう粘ったと思いますしね、打線的には、ここのとこ、どこからでもこうチャンスメイクはできるんでね、あとはもう返すだけっていう感じなんで、今日は本当大島がね、すごくいい、つなぎの役目をしてくれたなというそんな感じです。本当に普段いつも起用されるわけではない選手がこうやって日替わりで活躍するというのは強いチームの証じゃないですか。しっかりみんなそれだけ、準備ができていると思うんでね、それが結果につながっているんで、すごくいいことだと思います。涌井投手は、ちょっと足ですか、右足ですか、ちょっと軸足のふくらはぎがちょっとつったっていう形で、こういう暑いところで投げてるとどうしてももう結構汗かくんでね、たまにそういう症状が出るピッチャーはいるんでね、そんなに問題はないと思うんですけど。土井投手とか小野寺投手とか見事にピンチをしのぎましたね。そうですね、終盤ちょっとね、バタバタしたんですけど、そこら辺はピッチャーのつながりの中で、しっかり、他のリリーフ陣がカバーしてくれたっていうか、いい形で後半につなげてくれたんでね、シコスキーも非常に、安定してるっていうか、彼が投げればある程度勝てる確率は上がるんでね、今日もいい仕事してくれたと思います。大島選手の話も出てましたが、主力の方でも片岡選手が3安打2盗塁、そして9回もシコースキーを助ける見事なシーンもありました。そうですね、本当に、うちはね、まずはその安が起点になって、攻撃が始まるんで、そういう意味では本当猛打賞ですし、足を使った攻撃もできますしね、本当守備の方でもすごくいいプレーしてくれて、チームとしたらすごく助かってます。6連勝目になりますけども、今日の勝利というのは、前回オリックスに3連敗食らってますんで、その、反抗というか、それを取り戻すという意味でも大きかったんじゃないですかね。まだ1試合終わっただけなんでね、まだまだその前回の3連敗の悔しさというのはみんな忘れてないと思いますし、これから本当1試合1試合大事なゲームが続くと思うんでね、今本当に練習中ですし、流れはすごくいいんで、やっぱ今の流れを止めずにね、いきたいと思います。わかりました。ナイスゲームでした。はい、ありがとうございます。